네, 그래서 지금 한국에서도 여러분 잘 아시겠지만 백제 축제가 매년 열리죠. 그래서 그 백제 축제도 일종의 이 대중고고학의 한 장르라고 볼 수가 있습니다. 이 백제 고고학과 그런 백제 축제의 만남, 이 가지 테마, 고고학적인 연구와 그것을 사회에서 축제로 승화시키는 연구, 이 두 가지가 현재 진행되고 있는데요. 사실은 이 대중들에게 고고학을 알리는 이 작업의 선구자가 한 분 계십니다. 그 선구자 중에 한 사람이 현재 그 세계 고고학 회의 집행위원이면서 일본 이코모스 이사이신 오카무라 가츠유키 선생님입니다. 이분은 현재 그 대중고고학 강의를 인명관 대학, 일본의 인명관 리츠메이칸 대학 그리고 오사카 대학에서 강의를 하고 계신데요. 전 세계에서 아마 이 대중고고학을 정말 그 이끌어간 선구자 중에 한 사람입니다. 日本の皆さん、久しぶりです。今日くだら研究所の公開講座はの講師は、日本イコモス理事岡村克幸先生です。この先生はご存知のように世界考古学会議でも活躍されておられますけど、この日本の、まあ、日本のみとは言えないですね。世界のパブリックアクテオロジーの、まあ、リーダーとして、まあ、第一線で活躍しておられる方です。そういうパブリックアクテオロジーの、まあ、開拓者と言えるでしょう。で現在そういう、新しい動き、まあ今はちょっと少し古くなってますけど、それでもまた新しいんですね。また世界的にはこれが広、またまあ完全に広がったとは言えない。で、このパブリックアーキオロジーを、まあ、一応大学生に教えているということも非常に重要な岡村先生の業績ですと。で、立命館大学、大阪大学などで、学生さんに。こういう、まあ、パブリックアーキオロジーについてその概念とこれからの、まあ、行方ですねについていろいろ講義されてますと。それで今聴講しておられる立命館大学阪大の学生さんもこの講義が終わる直前に YouTube に書き込んでください質問で私がこの質問を岡村さんにと直接お伝えします、ここで。で、もちろん韓国の中南大の学生さんも質問をここに YouTube に書き込んだら私が岡村さんにお伝えします。で、韓国의중남대학교학생여러분들도이강의를듣고마지막에그질문이있으면은유튜브창에질문을써주십시오그러면제가이岡村선생님에게전해드리겠습니다자그러면은岡村선생님을소개하겠습니다岡村가츠유키선생아이도저아이오하시오라가도모안녕하십니까岡村가츠유키라고합니다에今日はよろしくお願いいたしますウジェビョン先生この度発表の機会をいただきありがとうございますで中南大学で立命館大学大阪大学の学生さんもし何かあれば質問あればチャットなんていうんですかチャットの方に書き込んでくださいどうぞ안녕하십니까일본이코모스의이사岡村가츠유키라고합니다우지병선생님이번발표에기회를주셔서감사합니다충남대학교학생여러분그리고오사카대학교학생여러분무언가질문이있으시다면발표후에말씀해주시기바랍니다그리고통역은문화유청의김아람선생님이해주시겠습니다네さて本日の話ですが私はじめに私の所属するイコモスについて簡単に説明させてもらいます
次にパブリックアーキオロジーについて少し紹介し、次にその具体的な事例として日本の考古学と市民社会の関係、さらに近年の SNS 時代の動きを説明します。どうぞ。오늘의내용인데요처음으로제가소속된이코모스에대해서간단히설명드리겠습니다다음에퍼블릭아키올로지에대해조금소개하고다음으로그구체적인사례로일본고고학과시민사의관계나아가최근 SNS 시대의동향을설명하겠습니다最後は私からのお願いなんですが、これらの私の話を聞いて、くだら考古学の場合はどうなのか、市民社会との関係はどうか教えてください。出会いとしながら皆さんにお願いするというのも変な話なのですが、私は多少くだらの考古学に接したことがありますが、市民や社会との関係はよく知らないのでお願いいたします。마지막은저의요청인데요이러한저의발표를들어보시고백제고고학의경우는어떤지시민사회와의관계는어떤지알려주시기바랍니다만남이라고하면서여러분께부탁한다는것이좀이상한얘기일지도모르겠습니다하지만저는다소백제고고학을접한적은있어도시민이나사회와의관계는잘모르기때문에부탁드리겠습니다さて、まずイコモスは遺跡の保存活用に関する国際機関で、ユネスコへの諮問機関として半世紀以上の歴史があります。欧州ではよく知られていますが、アジアでは専門家以外に知られるようになったのは韓国でも日本でも21世紀に入ってからで、その契機は皆さんがよくご存知の世界遺産です。どうぞ。먼저이코모스는유적의보존과활용에관한국제기구로기구이며유네스코자문기구로서반세기가넘는역사를가지고있습니다유럽에는잘알려져있지만아시아에서전문가이외에알려지게된것은한국과일본모두21세기에들어서면서입니다그계기는여러분께서잘알고계신세계유산입니다これはユネスコホームページの世界遺産の画面です。現在世界遺産リスト登録数は1121件あり、このうちの約8割が文化遺産を占めています。韓国は現在何件、世界遺産があるかご存知でしょうか。文化遺産は13件、自然遺産2件で合わせて15件です。どうぞ。이것은유네스코홈페이지의세계유산화면입니다현재세계유산목록의수는1121건이있고그중약 80% 가문화유산을차지하고있습니다한국은지금몇건이있는지아십니까문화유산은13건자연유산은2건으로총15건입니다現在はカヤコフン群が来年の登録を目指しており、イコモスの専門家審査が終えた段階です。慶州、百済に続ききっとうまくいくことでしょう。현재는가야고군군이내년등재를목표로하고있으며이코모스의전문가심사를마치는단계입니다경주백제에이어분명히잘될것입니다また日本と韓国の大きなニュースでは、この2月に交流会議が開かれました。ここでは防災をテーマにシンポジウムが行われました。地震、津波、台風、火事など自然災害からどう文化遺産を守るか、これからも議論を深めて文化遺産を通して両国の交流が深まることを願っています。と日本과한국의큰ニュース로는올해2월에교류회의가행해졌습니다여기서는방제를주제로한심포지엄이진행되었습니다지진해일태풍화재집중호등의자연재해로부터어떻게문화유산을보호할것인가앞으로도심도있는논의를통해문화유산을통해양국간교류가더깊어지길바랍니다さて前置きが長くなりましたが、次に今回のメインであるパブリックアーキオロジーについて説明します。パブリックアーキオロジーは日本では遺跡考古学に関わる教育普及活動という意味でよく用いられていますが、海外では扱う内容はより多種多様です。
그럼서론이길어졌는데요다음으로이번메인인퍼블릭아키올로지에대해서살펴보겠습니다퍼블릭아키올로지란일본에서는유적고고학과관련되는교육보급활동이라는의미로자주쓰이고있는데요해외에서는취급하는내용이보다매우다양합니다例えばスライドにある専門雑誌英語の本ですけれどもパブリックアーキオロジーでは取り上げる項目としてここに書いたようにたくさんのいろんな分野にわたる内容が含まれています。今画面に보이는전문雑誌パブリックアーキオロジーでは다루어진항목으로지금보신바와같이여러가지항목들이열거되고있습니다。これまでいろんな研究者の定義がありますが、日本のパブリックアーキオロジーの第一人者、東京大学の松田明さんの定義によると、考古学と現代社会の関係を研究し、その成果に基づいて両者の関係を実践を通して改善する試みとなります。지금까지여러연구자의정의가있었는데일본퍼블릭아키올로지의1인자도쿄대학교의마츠라아키라씨에의하면고고학과현대사의관계를연구하고그성과를바탕으로양자의관계를실천을통해개선하려는시도가됩니다。この定義を分解するとまず第一に関係の研究であること第二に研究のみでもなく実践のみでもなくその両者の総合的恒常的な結合であることそして最後に行動する学問であるということになります。이정의를분석하자면우선첫째로관계연구인것둘째로연구나실천만이아니라그양자의상호적이고일정한복화된것그리고마지막으로행동하는학문입니다。パブリックアーキオロジーはあまりに多様な内容、論考を含んでいますが、その研究者がどういうアプローチを用いているかという視点で分類すると、この表のように大きく4つに分類できるのではと考えています。パブリックアーキオロジーは、매우다양한내容、論考を포함하고있는데요。그연구자が어떤접근방식을이용하고있는가하는시점에서분류하면、이표와같이크게4가지로분류할수있습니다。ここに4つあります。教育的アプローチ、広報的アプローチ、多義的アプローチ、批判的アプローチですけれども、教育的アプローチっていうのは、広報的アプローチは後でたくさん説明しますので、ここでは次に多義的アプローチから説明させていただきたいと思います。여기보시는4가지교육적접근법홍보적접근법과외적접근법비판적접근법이있는데요첫번째교육적접근법은이따가구체적인사례를나열하기로하고먼저과외적인접근법에대해서설명해드리도록하겠습니다。まず多義的アプローチ、なかなか中国、日本とか韓国ではあんまりないものなのでご紹介したいんですが、はじめに紹介するのはストーンヘンジは誰のものか、Who owns Stonehenge という展示です。ストーンヘンジは誰のものかはもともと1986年に開催された世界公会議のセッションの名前でした。それが一冊の本にまとめられました。まず、첫번째는ストーンヘンジは누구의것인가 Who owns Stonehenge 입니다。ストーンヘンジは누구의것인가는원래1986년에개최된세계고고학회의세션명이었습니다。그것이나중에한권의책으로정리되었는데 그책의내용을정리한것이지금여러분이보고계신화면입니다。このストーンヘンジの張りぼてには様々な方の主張が書かれています。ストーンヘンジを聖なるモニュメントと見る現代のドゥルード層、自由解放の象徴とみなす信仰団体、ブリテン島先住民を受賞する人々、報道するマスコミ、夏至の日に集まる集団を取り締まる警察官、一般市民など、それぞれがどのようにストーンヘンジを見ているのか、解釈しているのかが考察が収められ、ストーンヘンジを遺跡として考える考古学者は、全体の一部であること、また過去の認識と現代社会の政治の密接な関係が示されています。
이 스톤헨지의 포스터에는 다양한 이들의 주장이 쓰여져 있습니다. 스톤헨지를 성스러운 모뉴먼트로 보는 현대의 드루이드 교도, 자유해방 상징으로 보는 신앙단체, 브리튼섬 원주민을 자칭하는 사람들, 보도하는 언론 등등 각자가 어떻게 스톤헨지를 보고 해석하는지에 대한 고찰이 담겨 있습니다. 스톤헨지를 인적으로 보는 고고학자들은 전체의 일부라는 것, 또 과거의 인식과 현대사회 정치의 밀접한 관계를 나타내고 있습니다. この展示の中央にはどの見解に自分が賛同できるか投票する仕組みになっています。そして最も投票数が多いもの、マジョリティがその時代の主流のストーンヘンジのイメージになるという説明が添えられています。이전시중앙에는어떤견해에자신이찬성하는지투표할수있는구조로되어있습니다그리고그중가장투표수가많은것마조리티가그시대의주류인손엔지이미지가된다는설명이붙여있습니다遺跡がどのように社会化されるか過去がどのように現在化されるか見学者それぞれに問いかける野心的な試みとして当時感銘を受けたのを覚えています30年近く前の試みですが、現在の LGBT や Black Lives Matter などの議論にも通じる視点だと思います。遺跡が어떻게사회화되는지、과거が어떻게현재화되는지를、견학자들에게묻는야심찬시도로서、당시감명을받았던기억이납니다。30년이상전의시도임에도、현재 LGBT나 Black Lives Matter 등의논의와도통하는시점이라고생각합니다。もう一つ有名な展示を紹介します。これも英国の事例ですが、ご覧の通り、この新石器時代人の人形は、右半身と左半身で異なる服装、装飾品を用いて復元されています。向かって右は比較的大衆がイメージする戦士時代の人間に近く、簡素な服装です。装飾品類も身につけてません。一方、左はいわゆる洗練された戦士時代人の姿で、凝った服装や装飾品をたくさんつけ、入れ墨も施されています。또하나의유명한전시를소개합니다。이것도영국의사례인데요。보시는바와같이이신석기시대인형은좌측과우측모습이매우다른복장과장식품을사용하여복원되었습니다。우측은비교적대중이상상하는선사시대인간에가까우며간소한옷차림입니다반면좌측은세련된선사시대인의모습으로꾸민옷차림에장식품도많이걸치고있습니다この人形は復元しうる新石器時代人のイメージの両極端を示しています復元に際して装飾品のデザインなど細部に至るまで綿密な考古学調査の成果に基づいていますこの2つの間にいずれも真実の可能性があります。下にあるパネルには、考古資料の性質上、専門家さえもどれが真実なのかわからないと明記されています。이인형은복원할수있는신석시대인의이미지양극단을보여줍니다복원시에장식품의디자인등세부적인부분에이르기까지면밀한고고학조사성과를바탕으로했으며둘다진실이될가능성이있습니다하단파넬에는고고자료의특성상전문가들조차어떤것이진실일지는알수없다고명시되어있습니다この復元展示の意義はまず過去の多様な解釈が可能だという点ですねまたそれに対する考古学者の誠実性考古学の客観性と主観性を明示したという点がありますさらに一つの回答を示す性的な展示ではなくて疑問そのものを喚起する教育的な展示を実現させたという点でも非常に興味深いものでした。이복원전시의유의는우선과거의다양한해석이가능하다는점입니다또한그에대한고고학자의성실성고고학의객관성과주관성을명시했다는점이있습니다또하나의해답을주는정적인전시가아니라의문자체를환기하는교육적인전시를실현시켰다는점도매우중요합니다この分からないことの提示は研究者としてはなかなか勇気のいることなんですけれども考古学者は推論の筋道を明示し正確に分からない場合はその理由を丁寧に説明するという
姿勢を学びました。이모르는것의제시는연구자로서는상당히용기가필요한일이지만고고학자는추론절차를명시하여정확하게모르는경우에는그이유를정중하게설명하는자세를배웠습니다先のストーンヘンジをめぐる議論やこの四世紀時代人の展示には考古学が社会にとっていかなる意義を持つのか、また考古学に対する社会的支持を得るために何をすべきかという議論が反映され、考古学と現代社会というテーマに取り組む世界考古学会議 WAC の誕生にもつながっています。지난스톤헨지를둘러싼논란과이신석시대인의전시에는고고학이사회에어떤의미를갖는지또고고학에대한사회적지지를얻기위해무엇을해야하는지에대한논의가반영되어고고학과현대사회를주제로하는세계고고학회의이탄생으로도이어졌습니다パブリック학교지가どういうものかということを考えるときに考古学の教育普及という点だけで見てると不十分で、自分たちが行う考古学という行為そのものを客観的にクリティカルに見てみるという視点も含まれていることが分かるかと思います。パブリックアーキオロジーが어떤것인지를생각할때고고학의교육과보급이라는점만놓고보면불충분하여자신들이행하는고고학이라는행위자체를客観적으로크리티컬하게살펴본다는관점도포함되어있음을알수있습니다次に日本における考古学と市民社会の関係の変遷について簡単に見ておきましょう。韓国でもそうだと思いますが、考古学の中で一番、社会にインパクトがあるのは遺跡の調査、発掘です。日本では現在毎年8000件ほどの発掘調査がありますが、その9割以上は何らかの開発に伴う事前発掘調査です。다음으로일본의고고학과시민사회의관계변천에대해간단히살펴보겠습니다한국도그러겠지만고고학중에서도가장사회적임팩트가있는것은바로유적의조사발굴입니다일본에서는매년8000건정도의발굴조사가있는데그중 90% 이상은어떠한개발에따른사전발굴조사입니다먼저第二次大戦後の復興に伴う急激な開発は多くの遺跡を危機にさらしました。日本では戦後20年間は国立の調査機関や博物館、大学が遺跡を調査しました。大学生や高校の郷土史クラブもよく参加していました。しかしこの一時的な調査組織では急速に増える緊急調査に対応できなくなりました。우선제2차세계대전후부흥에따른급격한개발로많은유적의위험에처했습니다일본에서는전후20년동안은국립조사기관과박물관대학의유적을조사했습니다대학생이나고등학교의향토사클럽도자주참가했습니다그러나일시적인조사조직으로는급속히증가하는긴급조사에대응할수없었습니다1960년대의初め日本全国高速道路工業団地、ニュータウンなど大規模開発が開始し、発掘調査の体制作りが急務になります。1960年代初、日本全国、高速道路、工業団地、ニュータウン、新幹線、공항등의대규모개발이시작되면서、발굴조사체제구축이시급해졌습니다。そこで次に体制作りが重要になるのですが、ここで当時の文化財保護委員会、現在の文化庁なんですけれども、大きな決断をします。夏休みや春休みしか動けない大学や、日常業務がある博物館研究所では、開発要請に対して安定的に発掘できないということで、地方自治体の教育委員会を中心に遺跡を調査する担当者を組織化することを決定します。그래서다음으로체제구축이중요해졌는데요현재문화청인당시의문화재보호위원회가큰결정을내립니다여름방학이나봄방학에만운영하는대학일상업무가있는박물관이나연구소에서는개발요청에대해안정적인발굴이어려우므로지방자치단체교육위원회를중심으로
유적을조사할담당자를조직하기로결정했다欧州では国や自治体という公共機関であっても考古学専門調査機関を設置することが多く韓国では財団の調査機関が中心だと思いますが日本では教育委員会の中に文化財保護部門を作ったという点が後々日本の考古遺産マネジメントやパブリックアーキオロジーに大きく作用することになります。유럽에서는국가나 자치단체같은공공기관에서고고학전담조사부서를설치하는경우가많으며한국은재단의조사기관이중심입니다하지만일본에서는교육위원회안에문화재보호부문을만들었다는점이나중에일본고고유산관리나퍼블릭아키올로지에크게작용하게됩니다現在日本には約1700の市町村がありますがその3分の2に考古学を専攻した専門職員が配置されています。多くの市町村ではこれらの職員は遺跡だけではなく教育との枠組みの中で文化財全般を担当します。こうした形態は専門性を重んじる欧米とは異なった文化遺産マネジメントのあり方であり日本の特徴と言えるかと思います。현재일본에는약1700개의기초자치단체가있는데이중3분의2가고고학을전공한전문직원이배치되어있습니다많은기초자치단체에서는이들직원들이유적뿐만아니라교육이라는틀안에서문화재전반을담당합니다이러한형태는일본만의특징이라고할수있습니다右のグラフは埋蔵文化財担当者数の変化を1970年から表したものです。1965年には全国で埋蔵文化財の職員はたった8名だったのが、その後全国の開発とともに増加し、1990年代の中頃には7000人を超えました。その後、経済破綻、経営停滞により減少に転じます。その変化は遺跡調査の規模ともほぼ比例し、日本の考古学の勢いにも影響しています。오른쪽그래프는매장문화재담당자수의변화를70년대부터나타낸것입니다。65년도에는전국의매장문화재직원이8명이었는데요。이후전국적으로개발되면서증가하여90년대중반은7000명을넘어섰습니다。그후경제파탄정체로감소세로돌아섰습니다。이변화는유적조사규모와도거의비례하여일본고고학추세에도영향을미치고있습니다。70年代に入るとさらに全国の開発が加速化します。今まで開発が及ばなかった、山や山や野原に、広がり、地方自治体はこの状況に対応するため発掘調査の人員の事務的手続きから調査、出土資料の整理、保管、報告書刊行、展示などを一括管理する埋蔵文化財センターというものを各地で設立します。70년대에들어서면더욱전국개발이가속화됐다지방자치단체는이에대응하기위해서발굴조사준비의사무적인절차부터조사출토자료정리보관보고서관행전시등을일괄로관리하는매장문화재센터를각지에설립합니다またこの頃現在の考古学の人気につながる考古学ブームも起こります。1972年高松塚古墳壁画の発見は考古学記事として初めて新聞の第一面に取り上げられました。1978年には雄略天皇の事跡を示した鉄剣名が埼玉県の稲塚古墳から発見されました。この2つの発見は考古学ブームを起こして、それ以来新聞各紙は考古学関係記事を頻繁に取り上げるようになり、시민이고고학과より知られるようになりました。또한이때쯤현재고고학의인기로이어지는고고학열풍이일어납니다。72년다카마치즈카고분벽화의발견은고고학기사로서처음으로신문일면에실렸습니다。78년에는유라쿠천왕의업적이새겨진설건명문이사이타마현사이타마이나리즈카고분에서발견되었습니다。이러한두발견은
고고학 열풍을 일으켰으며 이후 신문들이 고고학 관련 기사를 자주 다루면서 고고학이 시민들에게 더욱 알려지게 되었습니다. また日本では遺跡保存運動が60年代以来各地で展開し、70年にかけて非常に盛んになります。このうちいくつかは守られて、保存されまして、今日の国や自治体の史跡、遺跡公園になっています。80年代後半から90年代前半の成功としてよく知られているのは、佐賀県の吉野ヶ里古墳、右上ですけれども、青森県三内丸山遺跡です。両遺跡とも復元が行われ、現在日本で最も有名な遺跡として多くの見学者があります。또한일본에서는유적보존운동이60년대이래각지에서전개되었는데요70년대에걸쳐매우활발해졌습니다80년대후반에서90년대전반의성공으로잘알려져있는두유적이사가현의요시노가리유적과마오모리현의산나이마루야마유적입니다두유적모두복원이이루어졌고현재일본에서가장유명한유적으로많은견학자가있습니다こうした遺跡の調査報告書作成、保存、復元など考古遺産マネジメントを支えたスローガンが、日本のスローガンが文化財の保存と活用というものです。人ではなく文化財、つまり物を中心に置く考え方は、保存の場合は分かりやすいんですけれども、活用となると何のために、誰のためになどの教育や価値、つまり人を中心に考えるべきで、パブリックアーキオジーの視点が大切になります。이러한유적에대한조사보고서작성보존복원등의고고유산관리를집행하는슬로건이바로문화재보존과활용입니다사람이아니라문화재즉사물을중심에두는사고방식은보존의경우는알기쉽습니다그러나활용이되면무엇을의미하는지누구를의미하는지등교육이나가치즉사람을중심으로생각해야하며퍼블릭아키올로지의관점이중요합니다また日本の考古遺産マネジメントの大きな特徴として現地説明会が挙げられます。遺跡の調査成果の公開で、もちろん海外でもありまして、英国ではオープンデイという言い方をしますが、ただ事前にですね、調査成果とともに、その新聞などのマスコミでアナウンスされて、当日しっかり資料を配布するというのは世界的に見ても珍しい方だと思います。또한일본고고유산관리의특징으로현지설명회를드릴수있습니다유적조사성과의공개인데요조사물론해외에서도있으며영국에서는오픈데이라고합니다단지사전에조사성과와함께신문에보도되며당일확실히자료를배포하는것은세계적으로매우드뭅니다内容にもよりますけれども、大阪のような都市の場合、数百名来られるのは珍しくなく、大きな発見では数千名規模になります。現在では随分減りましたが、80年代、90年代では関西では毎週のようにこうした現地公開が行われていました。とは内容에따라다르지만、大阪같은도시의경우는수백명이오는것은드물지않으며큰유적발견으로는수천명규모가몰립니다현재는꽤줄었지만 80, 90년대칸사이지역에서는매주이러한현지공개가열렸습니다また現地説明会のほかにもシンポジウム、講演会も盛んで秋のシーズンなら専門家の報告は毎週どこかで行われていますこうした光景は韓国でも同じだと思います。또현지설명회외에도심포지엄강연회도활발하고가을시즌에는전문가의발표가매주어디선가행해지고있습니다이런광경은한국도마찬가지일것입니다また日本でユニークな取り組みに発掘された日本列島展というものがありますこれは前年に全国で発掘された遺品を集め、日本各地の主要博物館で行う巡回展です。すでに25年以上の歴史があります。それぞれ自治体の協力があって初めて行える事業で、これもあまり海外では例がありません。
일본의 독특한 방안으로 발굴된 일본 열도점이라는 것이 있습니다. 이것은 전년도에 전국에서 발굴된 우수한 유물들을 모아 일본 각지 주요 박물관에서 실시하는 순회 전시입니다. 이미 25년의 역사를 가지고 있으며 지자체마다 협력이 있고 처음 실시할 수 있는 사업입니다. 이것도 해외에서는 별다른 사례가 없습니다. こうして見ると日本の考古遺産マネジメントはなかなか進んでいるように思ってしまうのですけれども、英国の考古学の活動と比較してみると何かが違うんですね。이렇게보면일본의고고유산관리는 상당히진전되어있다고생각할수도있는데요영국의고고학활동과비교해보면뭔가다릅니다例えば英国には英国考古学会 Council for British, Council for British Archaeology CBA があります。これは第二次大戦後戦後復興の開発で遺跡が多く破壊され、考古学の教育は必要ということで設立された全国規模の組織で、左側の魅力的な会誌には地域発掘情報、ボランティア情報など多くのイベントが掲載され、毎月発行されています。会員には考古学者でだけではなく一般の方、教育関係者も多くいます。CBA のスローガンは Archaeology for All です。예를들어영국에는영국고고학회 Council British for Archaeology CBA 가있습니다。2차세계대전후전후국부개발로유적이많이파괴되어고고학교육이필요하다는이유로설립된전국규모의조직입니다。이곳의관행물에는지역발굴정보자원봉사자모집등많은행사가개최되어매월발행되고있습니다회원들은고고학자뿐만아니라일반인교육관계자도많이있습니다 CBA 의슬로건은 Archaeology for All 입니다이렇습니다こういう組織は日本にはないわけなんですけれども、約50年前にそこに書いておるいるように、田中美学先生はこの CBA の活動を取り上げられて、定期刊行物の存在だけでも羨ましいのに、それ以上にこういった刊行活動を当然としている、開かれた学問としての英国の考古学のあり方に強く印象付けられると述べています。考古学の日常生活への浸透度、考古学のことを気軽に尋ねられるナショナルセンターがしっかりあることは大きいですね。残念ながら日本にはこういったナショナルセンターはないわけですけれども、韓国はどうでしょうか。벌써50년전무렵입니다만타나카타쿠선생님은이러한 CBA 의활동을다루면서전기관행물의존재만으로도부럽지만그이상으로이러한관행활동을당연시하는열린학문으로서의영국고고학본연자세가매우인상적이다라고언급했습니다고고학의일상생활침투도고고학에대해부담없이질문할수있는내셔널센터가확실히있는것은대단합니다유감스럽게도일본에는없는데한국은어떤가요こうした日本との違いはどこから来るのだろうと初めて訪れた時から考えたのですが、しばらくして分かりました。日本と異なり、英国では土地所有者の権限が強く、その許可さえあれば誰でも発掘調査ができるんですね。이러한일본과의차이는어디에서오는것일까하고처음방문했을때부터생각했지만얼마후알게되었습니다일본과달리영국에서는토지소유자의권한이강하고허가만있으면누구나발굴조사를할수있습니다미국도그렇습니다30年ほど前にロンドン大学で考古学を学ぶアイスランドの学生さんが大阪で私の発掘に参加したことがあるんですけれども、彼は英国では考古学はスポーツのようだと言いました。その時はピンとこなかったんですが、その後何度も英国の考古学を見ているとレクレーションとして楽しむ方が多いことを知りました。日本でいうと化石の発掘に近いですね。あの感覚です。30년전쯤에런던대학에서고고학을전공하는아이슬란드학생이
오사카에서 제 발굴에 참여한 적이 있습니다. 그는 영국에서 고고학은 스포츠와 같다라고 말했는데요. 그때는 감이 오지 않았지만 그 후 몇 번이나 보고 있자니 레크레이션으로 즐기는 사람이 많다는 것을 알게 되었습니다. 일본으로 치면 화석 탐색과 같은 느낌입니다. 英国ではスピードと効率を優先する開発に伴う遺跡調査に対して地元住民が週末や休日を利用して自前の道具を持って参加し考古学者のアドバイスを受けてまた大勢で議論しながらゆっくりと発掘を進めるコミュニティ考古学というのが盛んになっています。自ら遺跡の系統的な調査土地の形状や植生標載物の記録、分類、記載、登録に至る調査全体に参画するわけですね。日本の体験発掘とは次元が異なります。영국에서는속도와효율을우선시하는개발에따른유적조사에대해지역주민들이주말과휴일을이용하여자기만의도구를가지고참여합니다또한고고학자들의자문을받아많은사람들이함께논의하면서천천히발굴을진행하는커뮤니티고고학이성행하고있습니다스스로유적의계통적인답사토지형상이나식생표본유물의기록분류기재등록에이르는조사전반에참여하는것입니다일본의체험발굴과는차원이다릅니다こうした開かれた考古学を見ると羨ましくなりますが一方で金属探知機愛好者も多く時に盗掘につながることもあります。開かれた考古学と遺跡考古遺産の保護は必ずしも一致しないことにも留意すべきです。遺跡の調査は日本や韓国では国が自治体が管理して専門家だけに厳しく規制されるのに対して英国ではその判断は国や自治体ではなく市民それぞれの考えパブリックの領域にあるということかと思います。이와같은영국의열린고고학을보면부럽기도하지만금속탐지기애호가도많고때때로도굴로이어지기도합니다열린고고학과유적고고유산의보호는반드시일치하지않는다는점도유의해야할점입니다유적조사가일본이나한국에서는국가와지자체가관리하고전문가들한정으로엄격하게규제되는데반해영국에서는국가나지자체가아닌市民各々の意見が公共領域にいたのかしきとあった。ここまでは日本の事例では公的機関が市民に提供するというどちらかというと一方通行の考古学の提示が多かったわけですが近年はより参画の高い事例が増えてきています。古墳に関わるものが多くいくつかの事例を見ていきます。지금까지는일본의사례중공적기관이시민에게제공하는이른바일방통행적인고고학제시가많았습니다최근에는보다높은참여사례가늘고있는데요고분에관련된것이많아서몇가지사례를보도록하겠습니다その一番進んだ例の一つが群馬県高崎市にある穂戸田古墳群です。この古墳群は1980年に調査され史跡公園として復元されるにあたって担当された若狭さん現在では明治大学の考古学の先生になられていますが何とか市民が参画できるようにできないかいろいろ考えられたんですね。가장앞선사례중하나가群馬県高崎市에있는호토다고분군입니다이고분은80년대에조사되어사적공원으로복원될때쯤지음하여현재는메이지대학교고고학교수가되신당시의담당자와카사씨가어떻게든시민이참여하게할수는없을까하는많은고민을했다고합니다それは古墳の復元に必要な埴輪を市民によって制作しようというものでした。発掘調査の結果6000本の埴輪が樹立したことが明らかになったんですけれどもこれらを FRP で作ると数億円かかるということもあり、自分たちで作ってしまおうと発想を転換されたんですね。プロジェクト6000と名付けられた事業は、復元整備された2000年にスタートしてから年間600本ぐらい、足掛け9年かかりました。그
그것은 공원 복원에 필요한 한의원을 시민들 위해 제작하려는 시도였습니다. 발굴 조사 결과 6천 개의 한의아가 수립된 것이 밝혀졌는데 이를 FRP로 만들면 몇 억 엔이 들기도 해서 직접 만드는 것으로 발상을 전환한 것입니다. 프로젝트 6천이라는 이름의 이 사업은 복원 정비대 2000년대에 시작된 이후로 연간 600개 정도 횟수로 9년이 걸렸습니다. 한의화は 古墳の 近くにある 博物館の 工房で 毎週 土曜日 日曜日に 希望者が 職員の 指導を 受けながら 制作し 古墳の 周りに 設置されました。 右下の 写真ですが、 埴輪の 中を よく見ると 日付と 制作者の 名前が 入っています。 古墳に 自分が 作った 埴輪が 建てられ、 思い出にもなるし 自慢にもなる。 古墳が 見学するだけでなく、 その 存在 グッと 自分に 近いものになるわけですね。 この 市民参加 プログラムは とても インパクトが 強く、 他の 古墳の 活用にも 大きな 影響を 与えました。 이 한의원은 고분 근처 박물관의 공간에서 매주 토요일과 일요일에 희망자가 직원의 지도를 받으며 제작하여 고분 주위에 설치하였습니다. 한의원 안을 자세히 보면 날짜와 제작자의 이름이 들어가 있습니다. 고분에 자신이 만든 한의화가 세워져 수업도 되고 자랑도 됩니다. 이 시민 참가 프로그램은 매우 임팩트가 높아 다른 고분의 활용도 큰 영향을 주었습니다. その他にも様々な取り組みをされています。その一つは古墳祭りという大きなイベントです。左の写真は古墳の上で行われた儀礼を復元した創作劇の模様です。그외에도다양한방안을하고있습니다。그중하나는古墳축제라는큰행사입니다。왼쪽사진은古墳위에서행해진위례를복원한창작극의모습입니다。こうした一連の活動の成果について若狭さんは5つのポイントを挙げておられます。はじめに文化財地域史への理解の向上、次に郷土愛の醸成。この古墳が整備される前は誰もが我が町には何にもない町と言ってたのが一変したそうです。이러한1년의활동성과에대해若狭氏는5가지ポイントを들고있습니다。첫번째로는문화재지역사에대한이해의향상그리고향토의조성이고분이정비되기전에는누구나우리고향은아무것도없는동네라고말하던것이완전히바뀌었다고합니다고분祭りは全国に多数の事例があります。一つはこの長野県千曲市の森将軍塚古墳です。この祭りは30年以上続いています。右下の写真ですが、広場には20店舗ほどのお店が出ており、この祭りには1万人が参加していました。人口6万人ですので、町の一大祭りで地元の方は毎年楽しみにされています。古墳축제는전국에많은사례가있습니다。하나는長野や千曲市의森将軍塚古墳입니다。이축제는30년이상지속되고있습니다。우측하단에있는사진을보면광장에는20곳정도가입점해있으며이축제에1만명이참가하였습니다。인구6만명인도시일대축제로지역주민은매년기대하고있습니다。古墳祭りで成功している例は発掘調査研究をしっかりとした上で整備復元を行われている特徴があります。またそこには必ず考古学と文化遺産の世界をつなぐ中心的な人物がいます。そういう人材がこれからの考古学に求められているわけですね。古墳축제의성공사례로는발굴조사및연구를제대로한뒤에정비복원을하는특징이있습니다。또한그곳에는반드시고고학과문화유산의세계를잇는중심인물들이있습니다。이러한인재가앞으로고고학에서필요합니다。こちらは千葉県の芝山埴輪祭りです。最も日本で古く40年近い歴史があります。殿塚姫塚という古墳の発掘調査が原点で、この調査は地元の中高生、教員、青年団、消防団、
婦人会などが総動員された市民参加型の発掘でした。이곳은시바현의시바야마한니와축제입니다가장오래되었으며40년가까운역사가있습니다토노즈카히메즈카라는고분발굴조사가원점으로지역의중고교세교원청년단소방단부인회등이총동원된시민참여시민참여형의발굴이었습니다ただ調査から30年経て1986年に祭りが有志で、よって始められた背景には、成田空港建設問題っていうものがありました、反対派と賛成派っていうことですね。こうして2つに分かれた芝山町の住民を1つにしたいという願いと町おこしから始まりました。단지조사로부터30년이지만86년에이축제가유지에의해서시작된배경에는나리타공항건설을둘러싼찬반으로나뉜시바야마마을의주민을단결시키려는바람과마을부흥운동이있었습니다左の写真は地元の中学生、小学生ですが、地元の生徒はすべて何らかの形でこの祭りに参画しています。行政のバックアップによる町おこしとしての役割だけでなく、地域アイデンティティの創出とともに若い世代への継承に寄与しています。産業祭、文化祭、商工祭りも同時開催されて、7500人の町に3万人が訪れます。저측의사진은현지의중학생、초등학생인데요현지학생은모두어떠한형태로든이축제에참가하고있습니다행정지원을통해마을부흥역할뿐만아니라지역의정체성창출과함께젊은세대계승에기여하고있습니다산업축제문화축제항공축제도함께개최되어7500명이사는거리에3만명이방문합니다3년ほど前に松田さんと取材に訪れました。左が私です。右が松田さんです。結構似合ってるでしょうか。毎年一つずつでも全国の古墳祭りを制覇していこうと2人思っていたんですが、コロナの影響で昨年に続き今年もこのままでは中止の可能性が高くて非常に残念です。약3년정도전에마츠다씨와취재를하러방문하였습니다왼쪽이저고오른쪽이마츠다씨입니다잘어울리지않습니까매년하나씩이라도전국의고분축제를재패해나가려고했는데코로나영향으로작년과올해도중지가능성이높아매우유감입니다左は東京の古墳祭り、右は福島県の古墳祭り。やはり古墳は集落遺跡ではなく地上に出たモニュメントであり墓ですので、先祖とも結びつけられるアイテムなんですね。こうした古墳を用いたお祭りは少なくとも全国に30カ所以上は確認できます。왼쪽은도쿄의고분축제、오른쪽은후쿠시마현의고분축제입니다역시고분은도시락유적이아니라지상으로나온조형물이며무덤이기때문에조상과도이어질수있는아이템입니다이러한고분을이용한축제는적어도일본전국에30곳이상은확인할수있습니다こうした古墳祭りに象徴される考古学を通じて遺跡と地域コミュニティをつなぐ取り組みの原点にあるのが、岡山県月の輪古墳の調査です。月の輪古墳は岡山県にある古墳で、1953年、70年近く前ですが、延べ1万人の市民が、地域住民が参加した発掘です。古墳、文化遺産と地域社会、市民というテーマでは必ず日本の考古学では語られ、半ば伝説化しています。이러한고분축제로상징되는고고학을통해서유적과지역커뮤니티를잇는방안의원점에있는것이오카야마현츠키노와고분조사입니다츠키노와고분은오카야마현에있는고분으로1953년에연인원1만명의시민이참여한발굴입니다고분문화유산과지역사회
시민이라는주제로는반드시일본국어학에서다루어지며거의전설화되었습니다地域の人々と共に遺跡古墳を勉強し、調査し、守っていく。そのために研究者は積極的にその地域に入っていく。戦後、民主主義運動の流れの中、歴史学を国民の手に、研究者が何をすべきか自問自答とともに進められた国民的歴史学運動の一つとして今日まで伝わっています。지역주민들과함께유적고분을공부하고조사하고지켜나가기위해연구자들은적극적으로그지역에들어갑니다전후민주주의운동의흐름속에서역사학을국민의손에라는목적을위해연구자들이무엇을해야할지자문자답과함께진행돼국민적역사학운동의일환으로서지금까지전해지고있습니다この月の古墳の発掘教育活動は映画、そして子どもたちが書いた詩は文集になっています。映画は YouTube にアップしておきましたので、関心のある方はご覧ください。英語の字幕スーパーを追加しています。이츠키노와고분발굴과교육활동은영화로되어있고어린이들이쓴시는문집으로되어있습니다영화는유튜브에올려져있으므로관심있는분들은봐주시기바랍니다영어자막이추가되어있습니다最後に考古学と市民について近年のこれまでになかった動きを紹介したいと思います自治体主導の遺跡考古学の世界とは異なる新しい動きが若い世代を中心に急速に拡大しています。その一つが古墳ブームです。마지막으로유적과시민에대해최근에이제까지없었던동향을소개하겠습니다지자체주도의유적고고학의세계동향과는다른새로운동향이젊은세대를중심으로급속히확대되고있습니다그중하나가고분열풍이라고불리는것입니다고분ブームの内容については後で取り上げますが大阪大学の学生による研究成果がありまして2年ほど前に大手の新聞の一面に大きく取り上げられました。学生さんたちが、古墳との多彩なコラボの実態について新聞、雑誌、テレビなどのメディア、Twitter、LINE、Instagram などから詳細に分析されました。古墳열풍의내용에대해서는뒤에다루겠지만大阪大学의학생에위한연구성과가2년정도전에주요신문일면에크게다루어졌습니다학생들이고분과의다채로운콜라보실태에대해서신문잡지텔레비전등의미디어트위터라인인스타그램등으로상세히분석한것입니다その結果古墳ブームは2010年頃に始まり2013年には雑誌テレビで特集が相次ぐことやブームの日付、しつけ役が古墳のファンクラブであります古墳に興奮協会であることを指摘しています。2013년에는잡지 TV 에서특집이잇따르고열풍의원천이고분의팬클럽인고분의흥분협회임을밝혔습니다고분ブームを牽引するのは20から40代の女性でグッズ集め、スイーツなど、デザイン、古墳の可愛さを共有し、SNS で発信者であるということです。ここで明らかなのは、古墳ブームを支えているのは、これまでの歴史的、学問的な関心とは一線を画していることです。古墳열풍을이끄는것은20대에서40대여성으로상품의수집과자등의디자인고분의귀여운모양을공유하여 SNS 로전파하는것입니다여기서분명한것은고분의열풍을뒷받침하고있는것이지금까지의역사적학문적인관심과는차이가있다는점입니다고분부부의발생から少なくとも8년이상이経過し一過性の現象とは言えなくなっています。文化財という言葉が醸し出す厳格さとは対照的な
揺らぎや緩さの求めっていうのは今の息苦しい時代への反応なのでしょうか。遺跡考古学の世界もそれぞれの利用者にとってどのような価値があるかということをより考えてなくてはならない時代が来たようにも思えます。古墳열풍의발생으로부터적어도8년이상이지나일시적인현상이라고는할수없게되었습니다문화재라는단어가자아내는엄격함과는대조적인흔들림이나느슨함의요구는답답한시대에대한반응일까요유적과고고학의세계도각각의이용자에게어떤가치가있는지를보다생각해보아야하는시대가온것같습니다これが古墳に興奮協会のウェブサイトで、左の女性が代表のマリコフンさんです。私もあの彼女のイベントに拝見しましたが、お話も歌も非常にうまくて、発信・広報する能力は、半端ではありません。いろんなイベントを企画されています。것이고분의흥분협회사이트고대표인마리코인씨입니다저도그녀의이벤트를몇번보았었는데요이야기노래도잘하고전파홍보하는능력이대단합니다여러이벤트를기획하고있습니다右下の勝手に推し粉というのは日本各地の古墳を勝手に応援するイベントだそうで第一弾は島根県で一番右の方は考古学者ですが、その他は有名なミュージシャンや島根県にゆかりのある有名人です。こうしたまあノリといいますか、組織力は少し前までは考えられなかったことです。우측하단에있는제멋대로추천하는고분이라는것은일본각지의고분을제멋대로응원하는이벤트입니다첫번째는島根편입니다제일우측의분은고고학자지만그외에는유명한뮤지션이나심한의연과관련이있는유명입니다이러한분위기조직력은얼마전까지만해도상상할수없었던것입니다고훈부문이触れる良い機会は大阪府今城塚古墳で開催されるカムカムハニコットというイベントです。昨年はコロナでオンライン開催、今年も残念ながらオンライン開催ですけれども、その前の年はここの写真に見るように3万5000人の参加者がありました。古墳열풍을접할수있는좋은기회는오사카부이마시로즈카고분에서개최되는컴컴하니콧즉하니와마스코트축제입니다작년에는코로나때문에온라인으로개최되었지만그전년도에는3만5000명이참가하였습니다もともとはこの古墳の前に引っ越しされてきたアクセサリー作家の方が始められたイベントが起点です。幼い娘さんを遊び場にされていたんですけれども、大王墓が目の前にあって古墳時代の人と同じ景色が見られると。前方後円墳のくびれもかわいい。地元の人にもっと魅力を知ってほしいと、2012年、知人の主婦の方10名で、古墳の周りの芝生広場などでクッキーや T シャツ、ペンダントなどを販売するイベントを始められました。それがどんどん大きくなって現在の規模になったのです。원래는이고분앞에이사온악세사리작가분이시작한이벤트가기점입니다대왕묘가눈앞에있어고분시대사람들과똑같은경치를볼수있고전방후원분의잔혹한부분도귀여우며지역주민에게좀더매력을알리고싶다라며2012년지인인주부10명을대상으로고분주위에있는잔디광장등에서쿠키나티셔츠펜던트지갑등을판매하는이벤트를시작했습니다지금의규모가된것입니다これは古墳に興奮協会のブースです。いろんな古墳グッズが並んでいますね。カフェブース입니다。여러가지고분상품이진열되어있습니다。右下は以前私が買い求めたものです。
前方後円墳型の箸置きやブックカバーは300円でした。海外へのお土産にぴったりですね。ブラブラ見ているだけで楽しい。作る方も楽しんでいて、3万人が集まる理由もよくわかります。자측하단은예전에제가샀던것들인데요전방후원분모양의젓가락받침이나북커버입니다외국으로의선물로도제격입니다보고있는것만으로도즐겁습니다만드는방법도즐길수있어3만명이나모이는이유를잘알것같습니다その他人物ハニワモチーフや前方後円墳をあしらったクリップや目玉焼きも出店の決まりごとは古墳、埴輪、古代がテーマの商品で必ず 1点以上販売すること。このため毎年アーティストや出店店舗が工夫を凝らした古墳商品が全店舗に並ぶことも大きな話題となっています。그밖에인물ハニワモチーフな전방후원분을장식한클립계란후라이도있습니다。출점할때의규칙은고분하니와고대가주제인상품을반드시한점이상판매하는것입니다이때문에매년아티스트나출점점포가연구를접한고분상품이모든점포에늘어선것이큰화제입니다緑あふれる歴史遺産での古代古墳とアート表現との表現融合から生まれた古墳グッズ古墳フードが一大古墳ブームを巻き起こしています。こういった現象は海外ではこれまであまり見たことがありません。が、韓国にはありますでしょうか。녹음이넘치는역사유산에서의고대고분과아트표현가의융합으로탄생한고분상품고분푸드가일대고분열풍을일으키고있습니다이러한현상은해외에서는여태까지많이본적이없는데한국에는있을까요고분型のケーキ、カレー、もう何でもありという感じですね。고분모양의케이크、カレー등무엇이든있는것같습니다。また日本では古墳ブームの他に縄文ブームも進行中です。縄文というのは、日本でいう韓国でいうと新石器時代にあたりますけれども、ここにあるような、縄文を特集する博物館は子供連れや女性など幅広い層でにぎわい関連図書もたくさん出ています。또한일본에서는고분열풍의조몽열풍도진행되고있습니다조몽은한국의신석기시대에해당합니다조몽을특집으로하는박물관은부모와아이들여성등폭넓은층으로붐비고관련도서도많이나와있습니다縄文関係の本をたくさん書かれている近田明子さんによるとこうした縄文ブームの走りは、スライドの左上にある2009年の大英博物館で開催された The Power of Dog の成功だそうです。また縄文ブームの裾野を広げる大きなきっかけになったのは左下にある2015年に発刊された縄文時代に特化したフリーペーパー縄文人です。縄文時代のコンテンツを宝庫として読者は20代か30代の女性が多く発行部数3万部の冊子は瞬く間になくなるということです。조몽관련도서를많이집필했던아키타노리코씨에따르면이와같은조몽열풍은화면왼쪽상단에있는2009년대형박물관에서개최된더파워록도구의성공이라고합니다또한조몽열풍의저변을확산시키는큰계기가된것이왼쪽하단에있는2015년에발간된조몽시대를특화한프리페이퍼조몽진입니다조몽시대를컨텐츠의보고로써독자는20대에서30대여성이많고발행부수3만부의책자가순식간에매진되었다고합니다一体縄文の何が私たちの心に響いているのだろうかということですが、近田さんは縄文人の
自分の命を使い切ることへのまっすぐさではないかと指摘されています。現代人は会社でも日常生活でも常に他者からの評価にさらされて、いいねを獲得するために心をすり減らし、疲弊している人があまりにも多いと。それに対して縄文人には生きることへの迷いがない。そこに惹かれるのではと言われてますが、皆さんどう思われるでしょうか。도대체조롱에무엇이우리의마음을울리고있는것일까하고생각했는데요혼다씨는조롱인의헌신에다하는올곧음이아닐까하고말하고있습니다현대인은회사에서도일상생활에서도늘타인의평가를받으며좋아요를얻기위해애쓰고피폐한사람이많습니다그것에대해조몽이는사랑하는것에대한망설임이없다거기에이끌리는것이아닐까하는것입니다여러분은어떻게생각하시나요こうした縄文ブーム、古墳ブームの動きを見ていると、考古学における歴史的なものの見方は一面に過ぎないのかもとも思わされます。文化遺産の価値というものはそれぞれ違い、相対主義的な見方というのがこの SNS 時代どこまで広がっていくのか、もう古い感覚しか持っていない私には全く予想はつきませんが、若い皆さんにとって考古学と現代社会というテーマを考えるとき、こうした社会現象の行方を観察することも大切になってくるのは間違いないようです。이와같은조목열풍고분열풍의움직임을보면고고학의역사적인견해는일면에지나지않다는생각이듭니다문화유산가치는각각다르며상대주의적인관점이라는것이이 SNS 시대에어디까지퍼져나갈것인지이미오래된감각밖에갖지못한저로서는전혀예상할수없습니다하지만젊은여러분에게는고고학과현대사회라는주제를생각할때이러한사회현상의방향을관찰하는것이중요합니다さて以上パブリック科学教授の説明から始まって日本の考古学と社会の関係また SNS 時代の新しい動きをご紹介してきました欧米では英国の例を取り上げただけですが国地域変われば考古学も変わるまた社会との関係も変わるパブリックアーキオロジーのあり方も変わるというイメージがつかめたのではないかというふうに思います。그럼이상으로パブリックアーキオロジーの설명에서시작해일본고고학과사회관계또 SNS 시대의새로운움직임을소개해보았습니다서양에서는영국을예로들었지만국가나지역에따라고고학도변합니다또한사회와의관계도변하며퍼블릭아치올로지의기본방향도변합니다現在パブリックを関する学問はパブリックヒストリー、パブリックアンソロポロジー、パブリックソシオロジーなどあらゆる学問に及びそこではコミュニティやコモン、パーティシペーション、参加ですねなどがキーワードになっています世界がグローバル化する一方で地域社会コミュニティをどう再構築するかという問題がどの国、地域でも喫緊の課題となっています。현재パブリックに관하는학문은パブリックヒストリー、パブリックアンソ프로지、パブリックソシャリティ등모든학문에이르며거기에는커뮤니티나커먼、파티시페이션등이키워드가됩니다세계가글로벌화되는한편지역사회커뮤니티를어떻게재구축하는가하는문제가모든나라지역에서도매우중요한과제로떠오르고있습니다私にはくだらの文化遺産世界遺産の状況は、まあ、よくわからなくて申し訳ないんですがウェブで見る限りまた訪れていくつか見ましたけどきっと日本同様すでに市民に向けてさまざまな試みをされているはずですただ歴史ファンだけではなくて、より広い参画にはアーティストとのコラボなど、歴史的価値だけではなく、多様な価値に目を向けるもっと柔軟な発想が大切なのかと思っています。저는백제의문화유산、세계유산의상황을잘모르지만、분명일본과마찬가지로이미시민들을향해다양한시도를하고있을것입니다。단지역사애호가뿐만이아니라、
폭넓은 참가를 위해서는 아티스트와의 콜라보 등 역사적 가치만이 아닌 다양한 가치에도 시선을 돌리는 보다 유연한 발상이 중요합니다. いずれにしてもこれからの時代、考古学を学ぶ者は広く考古学と社会に目を向け、地域で実践してみるという姿勢が大切になってくるように思います。パブリックアーキオロジーという視点から見た場合、百済考古学は現在どのような状況にあるのでしょうか。またこれからは、またお聞かせください。皆さんどうも長い時間ご清聴ありがとうございました。またアランさん、通訳本当にありがとうございました。어쨌든앞으로의시대에고고학을공부하는사람들은널리고고학과사회에시선을돌려지역에서실천해보는자세가중요해질것입니다퍼블릭아키올로지의관점에서본다면백제고고학은현재어떤상황에놓여있을까요또앞으로는어떨지다시들려주시기바랍니다여러분긴시간동안경청해주셔서감사합니다네岡村先生、정말너무감사합니다。대중고고학、パブリックアーキオロジーの출발、어떻게출발했는지、그리고이기초적인이론이어떤것인지、그리고이パブリックアーキオロジーが국가별、지역별로어떻게지금현재실천되고있는지、그리고마지막에는지금20대 SNS 시대의대중고고학이어떻게전개되고있는지미래전망까지말씀해주셨습니다今日の岡村先生の発表はパブリックアーキオロジーの出発基礎理論国家地域別そういう展開それと将来の、まあ現在かもしれませんけどね、SNS 時代の新しいパブリックアーキオロジーについて、いろいろ詳しいご説明がありました。非常に、私ももう知っている内容もありましたけど、私みたいな専門家が知らない、ね、新しい内容もありました。とても非常に興味深い内容でしたけど、日本の立命館大学、短大の学生さんもちょっとチャットに質問してください。여러분들、오늘、岡村교수님의발표が、中心は우리충남대학생들을위한것이죠。위한것이었는데、이그대중고고학의출발이어떻게이루어졌는지그리고기초적인이론에대한설명이있었습니다그다음에이제그국가별지역별어떻게실천되고있는지대중고고학이이런내용을말씀해주셨어요그리고마지막으로하신얘기는여러분같이20대가앞으로고고학을어떻게받아들이고실천할것인지특히이제요즘 SNS 시대아닙니까소셜네트워크시스템이런시대인데이시대에젊은사람들이어떻게그고고학적정보를공유하고또그것을스스로가즐기고자기의어떤뭐랄까요인생의한그즐거움으로서받아들이는그리고어떤사회봉사로서받아들이는이러한내용들에대해서미래의대중고고학이죠에대해서도강의를해주셨습니다너무그유익한이야기인데요주로이제이오늘강의를듣는그독자시청자는일본교토의인명관대학리츠메이크관대학그리고오사카에는오사카대학그리고대전의충남대학교이세개대학인데요우리충남대학학생들먼저좀질문해주시죠네한번그뭐뭐든좋아요한번그채팅창에한번뭐질문해주세요학생들이많이들어오긴들어왔는데질문을조금내용이어려워서그런지질문을많이해요질문그럼먼저통역을하시는우리김아람선생님김아람선생님도우리충남대졸업생입니다몇학번이시죠공부학번네공부학번졸업생이십니다김아람선생님이한번질문먼저들어보시죠
日本語で質問されてもいいですか。先生、長い間ありがとうございました。今まで興奮時代に関する例が大体だったんですけど、地域祭りについて、日本の地域祭りについて、縄文時代とか弥生時代に関するお祭りもあるんですか。まあ、一番多いのは古墳時代の祭りですが、弥生時代の祭りもあります。ちょっとすぐに、事例を名前をちょっとここで挙げるっていうのは思い出せない部分があるんですけれども、実際に弥生時代の祭りっていうのもたくさんあります。ただ縄文時代の祭りはあんまり、あ、そっか、世界遺産に今三内丸山とかいろいろなってますので、やっぱりあるかな。ただ一番目立つのは古墳時代のお祭りかなっていうふうには思います。一般市民の人もよく古墳って分かりやすいですから、それが一番多いのかなというふうには思っています。じゃあ지금아람선생님의그질문은일본에서그고고학관련축제가많이열리는데선사시대축제가많은가아니면역사시대축제가많은가이런질문이었습니다그런데역시그일본에서어느정도일본이라는국가가형성되는단계이후에그런소위지역사회가형성된이후죠아예를들어서우리는뭐그예를들어서서산이된어떤그지역사회가형성된이후즉역사시대이후에지역축제가많다고합니다역시그것은지역사회가어느정도우리가아는지역사회그런지역사회가형성된이후에지역끼리좀어떤애향심이좀고취되죠그런애향심이고취되기때문에현재까지도그애향심이이어지는상황에서고대사회로넘어가서그시대의지역의문화를가지고축제를여는이런것이많다고합니다今誤解を招くようなことを言いましたけど、遺跡祭りというのはたくさんあるんです。だから何々時代祭り、何々時代祭りではなくて、今は何々古墳の祭りっていうことでしたけども、他にも、浪速の宮やった浪速の宮の、歴史時代の遺跡です、宮殿遺跡ですけど、それの祭りがあるとかですね、遺跡の名前をつけた祭りというのは結構あります。네그리고이제추가로말씀하신거는어떤유적중심의유적중심의축제는의외로많다고그래요예를들어서뭐어떤궁전축제라든가이런궁전이라든가아니면그어떤특정유적에대한축제그러니까꼭그지역축제가아니라한특정한유적에대한축제이런것들도꽤많이있다고합니다그래서먼저이제그충남대학생들의질문을먼저말씀드리겠습니다岡村先生、中南大の学生さんの質問ですね。まず、大学院生のユン・イェウォンさんの質問は、韓国には、例えば考古学関連 の, 祭りが行われる場合には、そこでパンとか作って、地域のね、パンをね、特産の、ま、そういう考古学関連のパンを作って売ってるんですけど、そういう文化財と関連する記念品あるいは贈り物記念品か贈り物、まあ、パンとか含めてね日本で、まあ、面白い事例がありますかという質問がありました。お土産か先ほど韓国ではパンってブレッドですか。そうパンを作るわけですか。そういわゆるおまんじゅうみたいなもんですね。それをが韓国にはあるんですよ。文化財関連のね、遺跡関連の。日本でも先ほどの発表にはそれが含まれてるんですけど、何か面白い。まあ、おまんじゅうとかね、日本でおまんじゅうとか、お菓子はそういう祭りに関連して、その遺跡っていうか、作ることはよく見ますけどね、スイート関係といいますか。だからちょっとパンと近いかなというふうには思いますけれども、あんまりパンやっぱりそういう数多いんですか、そういうお菓子とか、そういう売ってる食べ物はよくいろいろなブースで
古墳祭りでも作ってる事例をよく見ます。ただそれをすごく統計的にどのぐらい作ってるかとかそういうのはあんま調べたことはないんですが、行けば、必ずそのような、 なんか地域の名前をつけた、まんじゅうなり、なんかお餅かな、そういうようなものも作ってるのを見ることはあります。 OK、 ちょっと通訳しますね。지금옥가무라이제선생님께서말씀하신것은역시이제일본의경우도지역별로좀특색이있는특산물을만들어서가장많은것이이제뭐아까말씀하신것은주로이제과자종류과자종류도제일많다고합니다과자종류라든가아니면뭐일종의뭐그조금달콤한그런제품들이죠그래서그런것들이지역축제의특산품점에서주로많이팔기도하고이렇게한다고합니다저도몇번그사먹어본적이있는데요어떤경우는이제카레라이스아까도잠깐나왔지만카레라이스모양을무덤고대의무덤그고분모양으로만들어서카레라이스를만들고자하는데저는그것은먹어보지못했는데어쨌든과자는제가저도먹어본것같아요그러니까과자는꽤지역별로많이생산되는것입니다자또한명이제그은영씨가권은영씨대학원에권은영씨가질문하셨는데요그사물이아닌인간중심의고고학기존의고고학이라는것은그유물을중심으로이루어진거죠유적이나뒤에보시는백그라운드에있는그런데지금옥가무라선생님이말씀하신것은어떻게보면인간중심사람중심의그고각이란말이죠그러니까이런것에대해서그옥가무라선생님은한국에서도이런그대중고각적방법론이좀그야말로대중화되어야되는데어떤뭔가좋은방법이있을까요그런뭐제안을한번부탁드릴것같아요옥가무라선생님이마마드는고각과モノ中心だったんですね。モノ。モノっていうのは、その今、裏に映っている遺跡、あるいは今、掘っている遺物。うん、遺跡と遺物中心の考古学だったけど、岡村先生が提案された、開拓された、そういう考古学っていうのは、パブリックですね。だから、人間中心ですね。はいはい。モノの中心から人間の中心ということです。そうですね。モノ中心から。人間の中心という、まあ、そういう提案ですけど、それについて、例えば今、日本の場合はある程度、そういうパブリックアーキオロジーが定着してますけど、まあ、韓国の場合はどうかということですよ。で、はい、もし、この先生はもうよく韓国に行き来されてるので、ね、直接韓国の遺跡、遺物も見てるし、まあ、韓国の市場、市場にいてね、まあそういうビビンパとかね、いろんなそういう韓国人と接触があった。で、その経験から見て、韓国でそういうパブリックアーキオロジーを広めるために何かいい方法がありますかという、そういう質問です。はい、どうぞ。まずはじめに、ちょっと私の方が知りたいんですが、韓国ですごく歴史ファンであったり在野の研究者であったりすごく考古学に熱心な方一般の市民でも熱心な方ってたくさんおられますよね。でそれがたくさんいらっしゃるいうことを知ってるので韓国の考古学もその健全というか一般の市民にもたくさん伝えて博物館でも一生懸命やってるっていうふうに基本的には思ってるんです。ただ何か全く関心のないとか何かその間にいる人たちっていうのが日本の場合と韓国の場合は違うのかどうなのかっていうのがちょっと私に分からないんですね、うん、日本の場合は関心のない人中間層中間層ですね。で日本の場合は今さっき言ったように SNS 時代で全く違う人が現れてきたと、うん、だからそれで良いポジティブないい状況ですよね、うん、だからもっとすごく増えてくるかもしれない、うん、韓国の場合は
なんかこうしっかり固まって歴史が大好きっていう人はこういらっしゃるんやけど、どんどんこう広がっていくものなのかどうなのかっていうのがちょっと僕には見えないんですね。あー、オッケーオッケー。どう、皆さんどう思われるんですかね。うん、岡村선생님은지금말씀하신거는일본의경우는물론이제그프로페셔널한사람들이있죠그런고고학에대해서잘아는사람들이있고그다음에전혀모르는일반시민들이있는데그런데이제지금일본에서는그소위 SNS 를가지고공유를하면서이렇게그고고학을어느정도나름대로즐기는사람들이런사람들중간층이라고하시죠전문가와일반인들그사이에있는중간층들이런사람들이의외로좀많이증가된것같아요그래서이제그런데옥가문화선생님께서한국을여러번왔다갔다하셨지만은그옥가문화선생님이보시기에는한국에는어떤프로페셔널한고고학전문가집단들을굉장히그열심히하시고그리고그분들이굉장히그뭐랄까요서로커뮤니케이션을많이하는것으로보였다라고말씀하시는데과연그것이그사람들의생고사고방식이라든가그사람들의어떤그뭐랄까요그런연구가일반전혀고고학을잘모르는일반사람들에게 전달됐는가에대해서는본인은의문을갖고계신다고요그러니까뭐직접적으로말씀안하셨는데그러니까그런뉘앙스는옥가문화선생님은그한국의경우는고고학전문가층과일반인사이의중간층소위말해서고고학에대해서어느정도정보를 SNS 를통해서공유하는이런젊은층이좀적지않은가이런느낌을말씀하신것같아요저도지금옥가브라선생님의말씀에그저도동의하고있습니다그러니까한국의경우는어떻게보면은우리들만의고고학이되어있는거죠그러니까지금백제고학도마찬가지죠지금백제고학전공자들의고고학이되어있는데사실은매년우리가백제축제가열리고있지만그축제를통해서일반인들에게백제라면서알려야되는거죠백제가그냥단순하게멸망한국가가아니다이백제가굉장히노력을했다그리고아시아에정말그아주그뭐랄까요문화의꽃을이룬국가였다는것을좀알려야되는데그것은역시이런백제축제를통해서전문가들이일반인에게일반인과정보를정보만주는것이아니라일반인과정보를공유하면서서로같이어깨동무를하면서이렇게그나가야된다그러니까즉요즘 SNS 시대의사람들처럼전문가나비전문가같이가야된다이런데에대해서저도동의를하고있습니다그러니까결국그것은뭐냐지금우리가얘기하고있는대중고고학이라는대중고고학이목표라는그런이론에해당하는거겠죠그래서저도옥가문화선생님옥가문화교수님의의견에동의합니다옥가문화선생님私もその岡村先生の意見にまあ賛成しますよというのはやっぱり韓国の場合もやっぱりこう専門家層と一般層の間に中間層がないですね。例えばある程度情報を考古学の情報を共有する、まあいわゆる現代社会の SNS そのそういう世代ですね。だからいろんな情報を共有しながら一緒に行くということですね。まあいろんな例えば芸能人のファンクラブも一緒でしょ、みんなが情報を共有するって SNS で。で、それが日本の場合は考古学の場合もある程度はね、先ほど合墳協会みたいなね、そういうグループがあるんですけど、韓国のはやっぱりその中間層、専門家層と一般層の間の層が薄いんじゃないか。私も他の先生の意見に、まあ、意見と同じく、そういうね。まあ、韓国はもうちょっとまだこれから、まあ、パブリックのためにやっぱり考古学を、まあ、広めないとちょっと、ね、これからね、まあの時代に遅れるんじゃないかと私もそう思ってますよ。ちょっと訳しますね。제가지금이제말씀드린거는지금권은영씨가질문한내용에서이제권은영씨도그렇게생각하는것같아요한국의경우는역시그대중들과전문고고학자들사이에서좀괴리가있다는거보는것같아요그래서그이것을줄이기위해서는역시그우리가매년백제축제도공주부여에서열고있지만은이런축제를통해서과연백제가무엇인지고고학이무엇인지를일반대중들에게
조금적극적으로알려야될것같습니다그리고대중들의참여를유도해야될것같아요그러니까백제축제공주부여서열리는백제축제의가장그하이라이트는단순하게뭐공연을하고엔조이하는것보다는정말이백제가무엇인가를알려야되고고각이무엇인가를알려야되는그러니까그런교육적인개념이많이포함된다고생각합니다그런데지금현재는약간그뭘까요조금그재미위주로좀가는면이없잖아있습니다그러니까공연위주로그것도사실중요해요사람들을이제불러야되니까그러나그와중에잠깐잠깐씩그런어떤교육적인효과그러니까대중들과전문가들을연결해서중간층을늘리는거죠전문가도아니고비전문가도아닌그중간층을늘리는노력이필요한것같다자그다음에또한명의예그그우리가줄리라는예명을쓰는데요 장희정씨대학원에장희정씨가질문했는데이흥미로운강의를잘들었는데그일본에서이런고각관련축제가지역별로많이열리고있는데이것이그왜이런현상이일본에서벌어지는건지문화현상으로서문화현상으로서고고학에관심을일반대중들이갖게된계기는무엇인지의질문입니니다자통역합니다오카라선생님만에大学院の장희정さんから質問ですけど先ほどの岡村先生の発表によると日本では考古学関連の地域の祭りですね、はい、各地域の祭りがあるいは行事が活発に行われる、ということを、まあ、聞きましたけど、はい、これはそういう背景にはこの文化現象と言えるんですけどねさっきの、まあ、いろんなねそういう古墳のマニアマニアに近いそういう女性もいましたけどね、まあ、マニア失礼かもしれないです、まあ、ほぼ専門家ですけどね、まあ、彼女なんかそういうグループ業界みたいなそういう文化現象まで発展したその背景には何があったんですか日本でこれ原因はちょっと文ちょっと古墳祭りとSNS の古墳に興奮協会を分けて考えなければいけないと思うんですけどもたくさん古墳祭りはあるところとないところはもちろんあるんですねであるところは背景は何か背景は何かと一生懸命まあしっかりとまあやっぱり地域おこしですよね地域を何かアイデンティティと言いますかこの地域はどういう意味があるのかと言って古墳を調査された方が一生懸命周りにこう伝えようという人が必ず古墳祭りをする時にはいますのでだそういう方々の頑張りっていうのがその90年代とか何ぼかこう全国でこうあってっていうことだとは一つ思いますで OK 重要な指摘ですねそこまでね지금그오카무라선생님이말씀하신것은일본에서이런문화현상이지역축제고각관련지역축제가문화현상으로등장하게된배경에는90년대에소위말해서우리그룹말하면은좀뭐쉽게얘기하면은우리도한국에도그런현상이있었죠좀약간농촌이피피화되는현상그러니까도시에사람들이모이고모든그산업이라든가모든경제중심문화의중심이도시로몰리는그런현상이강했는데그러다보니까좀지역이라는것이소외되는지방이라는것이소외되는이런현상이있었다는거죠그래서그것을극복하기위해서지역별로일종의우리지역을일으키자우리지방을일으키자이런운동의일환으로서이지역축제소위말해서대중고학의하나의한분야로서지역축제가일어난것이아닌가이렇게옥강라선생님은생각하신다고합니다근데저도마찬가지예요저도같은생각입니다사실은어떻게보면은우리가애양심이란말이있는데애양심이좋을수도있고나쁜것도있어요근데그애양심은저는어떤면에서는굉장히좋은거라생각합니다그런데이현재같이
지방이피폐화되고지역이피폐화되는이런상황을극복하는것은사실애양심이굉장히중요한데이러한축제를통해서애양심을고치실수있다고저도생각하고지금오카무라교수님도생각하는거죠자오카무라선생님네だから先生の指摘と私も同じ考え方を持ってますけどやっぱりこの地域を大事にするということは1990年代にやっぱり芸大の中心文化の中心が都会ね都市に集中したということですね東京大阪で韓国はソウルとかね釜山こういうところに集中しているのでもう地域というのは地方というところは崩壊してしまったんですね芸大も文化も人も集まらない、うん、若者も集まらない、うん、でそれをそういうそれを克服する一つのまあなんていうかなそういうアイデンティティとかねアイデンティティの方法として、うん、私はそういうパブリックアーキオロジーのそういう地域祭りが生まれてたんじゃないか、うん、私も今岡田先生と同じ考えがですよ、ね、そういう要素ありますねうんうんそれでまあそれを今ちょっと通訳しましたではいありがとうございます最後になりましたけど、岡田先生、うん、まだ時間がないので、もう今、最後ですね。最後に一言お願いします。はい、ですね。時間に対応してもね、우리가이제岡村질문을이제여기서이제고만받고요。岡村선생님에게마지막으로우리충남대학교학생들에게뭔가조금메시지를전달하고싶은게있으면듣도록하겠습니다。충남대학교학생상にお伝えしたい。メッセージをちょっとお願いします。今皆さん記念生のために皆さん聞いてくださってありがとうございます。もし何か新たに質問とかありましたらウジェビョ先生にアドレスでも聞いてまたいつでも聞いてくだされば結構ですので。で韓国のどうぞ通訳ですね。はい、여러분지금까지경청해주셔서감사합니다。앞으로도더질문이있으면우지배영선생님을통해서알려주시기바랍니다한국의고고학과시민의관계는저는전혀심파이와시테이나인です一つはですね最近私韓流ドラマとかですね見出して毎日楽しんでるんですけれどもエンターテインメントとかすごくレベルが高くて何かもし人を楽しませようとかそういうことっていうのはすごく韓国の文化っていうのは世界でも高いと思っていますしそういうことがまた考古学の分野とかもし広がっていったりするとより多くの人たちがまたその文化遺産遺跡とか考古学とか楽しむんじゃないかなっていうふうに思っています저는한국의고고학과시민사회는잘모르지만저는매일한국드라마를매일보고있고한국드라마의엔터테인먼트레벨이매우높기때문에사람을즐기게하는매력이있다고생각합니다이러한매력들을고고학과연결시키면조금더나은결과가나올수있지않을까하고생각합니다네이런나가능성을秘めてると思いますのでこれからいろいろそういうところもコラボって言いますかね日本の場合はアートとコラボすることがちょっと多くなってきましたけれども、いろんな可能性を秘めていると思いますので、そういうところも皆さんいろいろ調べていって広げていかれると面白いかと思っています。で、앞으로도한국고고학이발전해나갈여러가지가능성이있기때문에아티스트와의콜라보등여러가지방법을조사해서넓혀나갔으면좋겠습니다。岡村先生、ありがとうございました。여러분그옥가무라그선생님께서오늘많은이야기를해주셨는데요특히저는이제마지막에일본의젊은이들이특히이제여성고고학팬들이많이그협회를만들어서이렇게조금뭐랄까요대중들에게고고학을알리는역할을하는것도굉장히좀감동을받았습니다저도아까그보이는그굉장히화려한복장에여성분을만나고싶었는데그분이아주스타예요고고학스타인데그아직만나지못했어요조만간에만나보려고그러는데한번인터뷰해보려고그래요여러분들도좀친구들끼리이렇게모여서좀고고학무슨뭐답사그런뭐랄까요그런그룹이런것좀만들어보기도하고아니면은고고학관련무슨연구회이런것도해보면서조금재밌게
대학생활을좀보내시기바랍니다이코로나시대이제코로나이제곧이제아마수업이대면강의가아마다음학기정도는시작되지않겠습니까그래서지금사실은1학년들은입학해가지고입학식도못한상황이죠이런상황에서지금굉장히어려운시기를보내고있는데뭔가이렇게그조금지금외국의사례를보고있는데영국이라든가일본의사례를보고있는데외국의사례에서처럼우리가그조금뭐랄까요그재밌는뭔가이런자기가공부도하면서자기의어떤대학생활의한일순간의아름다움을좀즐길수있는이런노력을좀하는것이필요한것같습니다오카노선생今日は非常にありがとうございました。いや、どうも。最後に韓国の学生さんに韓国語と英語でメッセージをお願いします。自己紹介ね。いえいえ。よろかじろ、かむさみだ。Thank you for listening. And I would like to see you as soon as possible in Korea or in Japan. So if you have any question, please ask me. And please keep in touch. Thank you very much indeed.감사합니다 그질문있으면또나중에하시라고요그리고사실은오카무라선생님이한국어도잘하세요한국어도잘하시는데제일좋아하시는게아니뭐라고김치찌개김치찌개김치찌개스키드셔どうですか김치찌개김치나베스키すべての韓国料理大好きです좋아요그래서이오카무라선생님이나중에또한국에오실기회있으면아마충남대에들리실거예요그러면은또여러분에게대면강의하게되면은제가또대면강의여러분과같이만나서강의할그런기회를마련하겠습니다오카노선생님과거기보라를또마다충남대는각세상또이천이고기요지나가라오다가니원하시되기를요나그기가요와다시와먹겠다이동했어ありがとうございます아이고맙습니다아이감사합니다세노라안녕히계세요감사합니다안녕히계세요세노라세노라세노라